牛乳を飲んでも身長が伸びません。まあ牛乳飲むとね、カルシウムが入ってますから、まあ骨が丈夫になるとかは聞きますけどね、まあ身長高い人もね、牛乳を小さい頃に飲んだからっていう人もいますし、まあ牛乳飲んでもね、もちろん身長が伸びない人もいるわけでね、まあなんとも言えないね、これはね、難しいですね。プリンを食べたいです、いっぱい送ってください。まあ私に言われましてもってことでしょうね。まあ私に言われてもね、そんな日頃からプリンを持ってるわけじゃありませんから、そもそもその方の住所わかんないし、送れませんね。次、車のタイヤがパンクしました。そういう時にすぐ対応できる男性ってかっこいいと思いますが、ニュージーさんはどうですか。まあ私はね、タイヤ交換はまあやろうと思ったらできますけども時間かかりますね。なのでまあその女性の方からすると、まあ私はかっこいい部類には入んないかなと思いますね。すいません、残念。はたよく、昨日犬が亡くなりました。天国にいるワンちゃんに一言お願いします。まあね、そういう風に一言お願いしますとか言ってくれる、まあ、飼い主さんと巡り合えてね、おそらくね、そう言うってことはね、すごく大事にしてくれたと思うんですよね、犬のことを。なので、まあ、そうね。まあ、幸せだったんかなとは思いますけどね。まあ、天国にいても、はい、そうですね、はいはい、なんか難しいこういう系は、はい、すいません。はい、次、昨日、子供が、鼻毛を切っていました。鼻毛は切った方がいいんですか。まあ切った方がいいですね。鼻毛が見えてると、まあ、恥ずかしいですし、まあ、そもそも、何こいつ、鼻毛さえも自分で管理できないのかというふうに思われちゃいますから、鼻毛は皆さん切りましょう。ちなみに、鼻毛がね、その伸びていても、相手方はね、何も言えないことが多いです。なので、鼻毛がね、出たまんま、会話したりね、そういうことになりますんで、すごい恥ずかしいよ。いつも長渕さんの曲を歌ってらっしゃいますが、まあ、歌ってますね、はい。一番好きな曲を熱唱してください。まあ一番難しいですね、それは。まあ乾杯とかもね好きですよね。いきましょう。乾杯、今君は人生の大きな大きな舞台に立ち、遥か長い道のりを歩き始めた君に幸せあれ。ありがとうございました。彼女ができません、どうすればいいですか。まあそうね、この前もね、どっかで見ましたけどもね、やっぱりこう清潔感がある男性を、女の子は好きみたいですね。清潔感なので、まあ、髪切ったりね、
服装とかもね気を使ったりね、その辺をねしっかり、続けて、そしてねやっぱりね、何事もチャレンジ、好きな人から振られました、慰めてください。そうですね、ただ、振られたっていうことはね、こぐったんかな、自分からちゃんと、その勇気に乾杯と、まあ勇気ありますよね、なかなかねやっぱこくることさえもね難しい人もいますからね、そこはやっぱりね頑張ったよね、あとやっぱりこう好きになってまあ振られたかもしんないけども別にねまたね告ってもいいと思うし、別に一回振られたくらいでまあその恋が終わりっていうわけでもありませんからね、これからもね引き続きね恋をしてときめいて幸せな人生を送ってください、頑張りました。はい、ニュージーさんはどうしてそんなにかっこいいんですか。まあどうせで言われてもねまあそうですね、まあやっぱりねかっこいい、まあどの辺の、私を見て、その方はかっこいいと思ったのかな、まあ面白いとはよく言われますけどね、まあでも確かにモテますね、やっぱ面白い人がモテやすいかな、じゃあ、今朝パンを食べて昼パンを食べました。夜は何を食べた方がいいですか。まあ朝昼パン食ったんなら夜もパンでいきましょう、パンパンパンでいきましょう、パン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 、はい、お腹が空きました。ラーメン派ですか、そば派ですか、うどん派ですか。あーこの三択ね、まあ難しいねこれは。ラーメン派、そば派、うどん派、全部好き、なんなら一食で全部食います。ラーメン、そば、うどん全部食います。まあそんなことできんだろうと思いますけど、できます。ラーメン屋にまず行ってラーメン食って、そば屋さん入ってそばを食って、うどん屋さん入ってうどんを食う、これでいいです。ぶっ続けてぶっ続けて3つ食いましょう。以上です。上司からセクハラを受けてます、どうすればいいですか。まあ、セクハラね、まあ、そしたらさセクハラ受けてるねことを、みんなに言いふらしちゃいましょう、私、この人からセクハラ受けてますと、みんなに言ってください。そしたら、そこで、対応する人しない人いますけども、まあ、その中で対応する人も出てきますんで、そこからまた進展があるはずです。とにかく、セクハラを受けてることを言いましょう、勇気を出して言ってください。昨日も10時間寝ましたがまだ眠いです。まあそうね、まあ長い時間寝て疲れが取れるっていうわけでもないみたいで、だいたい言われてるのはね、7、8時間ぐらい寝るのが、まあ疲れが取れやすいって言われてますよね。なのでまあ7時間から8時間、まあそのくらいの時間を、睡眠取るようにしてもらったら、また違う体調というかね、また思うところがあるかと思います。ぜひ7時間から8時間ぐらい眠ってください。はい、片思い中です、アドバイスください。いいね、恋するって羨ましいですね、もう
それも片思い中、いいね、もう楽しいでしょ、うん、ドキドキが止まらない。まあアドバイスとしてはね、あの広末涼子さんのあのマジで恋する5秒前を聞いてください。マジで恋しちゃいそうな約束の5秒前。これをね、聞いたらもっとこう自分もね、自信が湧いてきてね、いいですよ、おすすめです。広末涼子さんのマジで恋する5秒前、うん、どうぞ。マジで恋しちゃいそうな約束の5秒前、トゥ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 ルじゃん。